も僕たちがブザです。よろしくお願いします。じゃん、今回のお題は体力を鍛えよう、ブザーの体力測定。いやちょい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 逃げだ逃げだ逃げだ卑怯だ卑怯だ。自信はないでしょ。めっちゃ運動してて悪いね。マジ意外だってあんないつもダンスでね、なんかダンスでだもんね。こんなんやってるのにさ。うっやだめっちゃあんじゃん。なにこれ。やだやだ。1、上体起こし。2、上体反らし。3、反復横跳び。4、垂直跳び。あて最後、50m 反ってよいしょ。今回スペシャルゲストお呼びします。はい、こちらです、どうぞ。え、もしかして、お願いします。ブザーの人気者スタッフ、レンちゃん。やばい、誰よりもね、あんな格好いいって頑張ってこのぐらい仲いいですからね。レン君はさ、耐える雰囲気自信あるの？結構バチバチって、あ、マジぶっちぎる。じゃあ、何やったの？サッカー。サッカーと、ちょっとなんかサッカーのテクニック見せてよ。あ、足技、やってみて。頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。やめろ、嘘、70です。レン君とサク君の対決を取っていきたいと思います。聞くねえよ、そこ。おい、一つだけ。気持ち悪いですまだまだあだやばいって頑張れる。タックンの結果56です。そしてレン君51です。弱えな、おめえや。弱えな、ずるすな、ずるすな、お前それ頑張れ、止まって止まって、いやいや止まって、止まって、いけ、止まって、いけ、止まって、いけ。なんでそこで試合終了すんだよ。なんだわかんだ、頑張れよ。56cm、 ユア選手、危険となります。退場退場。おっ、いや、上がる気ゼロ。言ってた言ってたでしょ、進化するって言ったでしょ。すごい、すごい進化。頑張って、これかい。浩平選手37です。シル選手43です。全然じゃねえかよ。はい、というわけで続いての種目は反復横跳び。真ん中端っていうのをこう交互に、点数は1点、2点、3点、4点。いやいや、それは違う、それは違う、それは違う。
ちょっと足の長さが足りてなかったせいもあって、ね、ラインが届いてないっていうのもありまして限定させていただいて35回です。なるほどね。あ、まあまあまあ、ほぼほぼ危険休むんかい。続いては垂直跳び。今回はシンプルに誰が一番高く跳べるかっていう勝負になります。よーい、スタート。うえー、おおというわけで、まあ、ハルとレンリーも、ね、残念ながら最下位の方がくちゃになります。くちゃになります。そうそう、指先勝てるかもしれない。急げ、急げ。はい、というわけで、ラストの種目は 50m 走。バイバイ。